今日ね、ちょっとお客さん来るようだったんだけど、この天気でキャンセルがいいですね。アモリレストランに来んじゃねえなと思って、しょうがなくて、まず前座を務めさせていただきます。空手の稽古行ったんですよ。汗流そうと思ってね、うん、邪気払わねば落ち込んでいわしでもないのな。で、空手の稽古さね、その2週間前行ってね、その日肋骨骨折したんです。今まだ骨折状態で、こう脇の下あんまり離せないんで、これすごくひげ抜けるんですけど、ああ、まあひげやすい派で言えば上手にひげがちもんでるんだけど、まあそういう感じで、うん、はい、じゃあ次ですね。はい、本当にね、この天気ありがとうございます。あぶりの人
で、これね、食べ物で出たんですけど、まあ、これからね、まあ、住むとはいいんだけど、ちょっとずつ、うん、そういう、まだ食べ物です。ゆじの厨房にね、厨房の神様って言うんですよ。これね、みんなも一応知ってるんだけどね、私ね、自分の技術でこういうおいしいのできるわけがないんだけど、なんで多分ね、作った後に厨房の神様も名がかけるらしいんですよ。でね、美味しくなる。みんな、あしたこのピザの生地どうやって作ってるんだ、機嫌秘密で教えられねえんだから、ナムや、カメリア界のピザの生地だろって書いてるべやろ、あの通りだね、なーげねえねえやって言ったけど、本当にその通りなんですよ。だからね、まあ、ね、結構一生懸命は作るんですけど、一生懸命作りながらもね、当時忙しい時にね、あまり手とね、こう例えばあるね、カップル来たんです。なんかしてもこうガタイ良くてね、ピザのね、何か食べたの、彼氏と一緒に結構な量なんですよ。その後ね、あ、やっと作ったって言ってますよ。あともう漏れちゃいました。で、俺は思わずね、そこにまだ食ってな聞こえたらしい帰るとです、すいませんでした、あの忙しい思いさせて、いやいや、とんでもないです綺麗に食べていきましたまあ嬉しいもんです、綺麗に食べられる、ね、食べ、注文来るとね、まあ意外とみんなそうなるんだけど、忙しい時注文来るとムカッと来るんですよ。でもね、作った後にね、こう綺麗に食べていただくと、ああ、作っていかったなって思うんですよ。なんでこう、うちのお客さんってなんかタイミングで、おらがいそう、なしぐなさそうな時に作ってもらえるんだけがってくるんですよ。メニューさあるのに注文してもらえる店初めてだったんですよ。指輪あるんですよ。今度はちゃんと笑顔でね、何でも作ろうと、そういうふうに思ってます。はい、ちょっと静かなってこと、めなくて、今この佐田君っていうとお仕事コンクリート屋さんの課題お仕事なんですね。で、すごく普段来たうまいです、すごくうまいんだけど、アイリッシュやってもうベタベタこいつらしいんです。私もね、アイリッシュ来た頃は一日アイリッシュ、車エンジンかければ回してからアイリッシュ、一日くればアイリッシュ、寝る前ヘッドホンでアイリッシュ、朝の目覚ましお腹アイリッシュ、そのくらい聞いてないとね、こうそれでもなかなかこう身につかないという。もう彼なんか今日突然ですか本当は違うメンバーなんですけど、飲み屋やってて12月も忙しくてこれね、で昨日急にやってきて、昨日もにわかでなんかいっぺんどうもつして派手にやってきて、なのでまた楽になる。佐田君、結構、緊張してない？あの、真面目なところに、その分さ、練習するんだけどさ、真面目なところに伝えて落ち込んでるらしいもう大人なのにじゃあ、最後、賑やかだね、はい、ね、大森さんの、さ、ね、